成した古紙を使って自分たちとしたドリルを作って、はい、不法投棄していくっていうわけではなくて、まあ、こういうふうに処分していきましょうっていうようなことも分かるような現金化してまた一時流通に買いに行ける環境でもあるので、うん、まあ、そういう形ではお金も物も循環させるっていうところです。この方が便利だなっていうサービスをどんどん自分で作っちゃう、うんうん、それでは次のテーマに移ります。自社がこれから果たすべき役割や持続可能なビジネスモデルについてです。いや、これみんな多分悩んでるんでね、本当にこの回答が、うん、参考に、はい、すごく参考になるんじゃないかなと思います、うん、では中橋様、はい、はい、ぜひお願いします。ちょっとざっと書いてしまったんであれなんですが、まあ、持ち物資産、我々では持ち物帳って呼んでるんですけども、まあ、これを活用したリユースエコノミーサイクルっていうもののビジネスモデルを、まあ、構築していきたいなというふうに考えております。当然その物の購入から始まりまして、まあ、それをですね、ゆくゆくその登録された、まあ、我々のラクール上に登録された持ち物、まあ、持ち物帳って言い方をしてるんですけども、まあ、ここに登録されたものを、まあ、ゆくゆくやっぱりレンタルであったりとかシェアであったりとか、まあ、実際にまあ、ビデオカメラを購入したけども週末とか運動会とかそういったところしか使わないっていう方がやはりこう、まあ、シルバーの方に、まあ、逆に言うとそのカメラを、まあ、レンタルであったりとかシェアをするっていうような、まあ、市場で活用したりとかした後にですね、まあ、我々が最終的にそれをまた買い取らせていただく、でまたもしくはそれをリサイクルしていくっていうような流れのですね、まあ、その先ほど言った持ち物資産を、まあ、形成した中での、まあ、使い倒していただいた後に最後リユースリサイクルに、まあ、持っていく、で使われないものに関してはまた新しく、まあ、リサイクルされたものが、まあ、製品化されていくっていうようなものの、まあ、持続可能なモデルっていうものをですね、まあ、どん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 形成していきたいなというのが まあ、一番我々が、まあ、果たさなければならない役割なんじゃないのかなと。まあ、一次流通から来たものを、まあ、いかにこう使いこなせるかで、またそれを、まあ、価値のあるうちにリユースをしていただいて、まあ、それを次の世代の方にお渡ししていくっていうような、まあ、バトンをつなぐような役割ができればなと。で買い取りのつかないものに関してはやはりこう、まあ、どうリサイクルするかっていうところまでをやはりこう、まあ、お客様にお伝えしていくっていうことができればいいかなと。なかなかこう捨て方がわからないとか、どうすればいいかわからないっていうところを、まあ、そこの部分をやっぱり、まあ、こう不法投棄していくっていうわけではなくて、まあ、こういうふうに処分していきましょうっていうようなことも分かるような、まあ、リサイクルまで行き届いたものにしていきたいなっていうふうに考えております。今のお話聞いて堀内様いかがですか？いや、なんか本当に買い物行動に直結しているので、いや面白いなっていう部分はやっぱりありますよね。新品はやっぱり新品流通があるから二次流通があるっていうすごく大きなキーワードとしてはやっぱりあって、でそれを買った時からまあリユースがスタートするっていうふうに考えられるっていうのはすごく大きいなとは思う。僕らのところにも流れてくるようにお願いしますを上流でちょっと全部持ってかれるとちょっときついので、他の商品まで、はい、そんな堀内さんは、はい、僕はですね、はい、あらゆる客層に捨てないモデルをもう提供するっていう役割でっていうことを考えていますっていうところですね。もともと1990年で、まあ、本を買うならブックオフって、まあ、本からスタートをしていて、はい、まあ、本っていう商材の特性上、まあ、もう小さい子どもの時からおじいちゃんおばあちゃんまで、まあ、本っていうものは手にしますっていうことと、まあ、今自分たちがそうですけど、本って最終的に買い取った本の中で残念ながらリセールできてる本っていうのは大体 70% ぐらいで、サスベースで言うと 30% ぐらいがどうしてもスペースの関係でマッチングできずに売れない中で処理されていくんですけど、私はじゃあその処理っていうのは捨ててるかっていうとそういうわけではなくて、古紙に完全循環していて、今その再生した古紙を使って自分たちとしたドリルを作って販売をしたりっていう形で完全に 100% リユースリサイクルができるモデルができてるっていうところが一つ自分たちの中で大きなところかなと思っていて、まあ、あらゆる客層、どんなお客様がお持ちのものでもお受け止めする
値段がつかなくても、はい、あの我々としてはお受けさせていただいて持って帰ってくださいということはなかなか言わないっていうのは、うん、信条としてやっていて、うん、で逆にじゃあそれを受け止めた後っていうのはすごく自分たちの勝負どころかなとは思っていて、はい、今本は 100% リユースリサイクルできていて、はい、でアパレルもと 90% 近い水準でできていて、うん、と昨年取り組んだのがプラスチックですね、まあ、CD、DVDゲームソフトとかはなかなかこうパッケージメディアっていうのがとリセールでできるかっていうとなかなかそういう環境じゃない中でそういったものを新しいプラスチック素材に変えていってその素材を使ってメーカーさんにものを作ってもらおうっていう取り組みがあの間もなくちょっとスタートしようっていったところがあって、まあ、CD プラっていう名称であの製品化してるんですけどやっぱりメーカーさんと話をしてるとそういう素材が非常に欲しい。いや多分今来てますよね言っていただいているのでそうしていった時に、まあ、自分たちが果たすべき役割っていうのを最終的に何かなと思った時に、まあ、一般の消費者の方がこれ使わなくなったなっていうふうに思った時にどんな客層の人でも最終的に捨てずに済んだっていう気持ちになれるっていうことを提供するっていうモデルが作れればあの最終的には持続可能なモデルになるんじゃないかなと思っていてまだまだチャレンジすること非常に多いんですけど、まあ、そこはあの、まあ、本っていうところからスタートしてあのお客様を選ばずに全て受け止めるっていう姿勢がうちのグループの姿勢なので本当にできるかどうかと稼げるかどうかっていうのはちょっと緊張感が走ってるんですけどまあ、あの担当はやるって言ってるんで、はい、コスト的には普通のプラスチックよりだいぶ高いんですよねその製品するだけでそうですね圧倒的に高いですよね高さもそうなんですけどやっぱり求められるクオリティですね、はい、やっぱりメーカーと付き合ってみて分かったのはその製品に求められる品質基準っていうのが想像以上に高くて、うん、あそうなんですね、まあ、リユースだからいいじゃないですかとか、うん、形が整ってるからいいじゃないですかっていうだけじゃなくて耐性いわゆる強さだったりとか、うん純度だったり透明度だったりとかっていうのはそう求められるのであのそのあたりやっぱ改めてメーカーってすごいなっていうふうに思う部分とそことまあお付き合いできるレベルまでやっていくには自分たちだけだとちょっと難しいのでパートナーシップとかを結びながらっていうのはちょっと必要かなパタゴニアさんが使われているプラスチックとかも相当やっぱりその弾いて弾いて相当純度を上げた部分でやってるっぽいですよ ね杉山さんはいかがですか。はいはいまあこんな感じで、はい、まあ持続そうですね社会全体の持続可能性もただね、非常に重要かと思いますけど、まあうちの会社が存続をする持続可能性についての話で、まあ要点は2つですね。あの日本国内でやってることと全く同じことを海外でどんどんやっていくということをすればですね、まあそれだけでもどんどん規模が大きくなってきますよっていう成長性ですね、うんうんうん、まあそれと実はうちの企業グループの売上の 15% くらいって製造業なんですよね。あんまり知られてないと思います。知らないです。製造業なんですか。はい、子会社ではいろんなものを作る会社を持ってるのです。例えばそうですねミニカーとかラジコンですと割と世界的には大手なんですけど京商っていう会社がありまして、はいまあ、うちの子会社なんですね、はいまあ、それとか最近グループに加わっていただいた勝美さんですとHO ゲージ鉄道模型で、はいまあ、70年くらいの伝統がある会社でして、うん、とか実はフィギュアの製造もしてますしアニメ関連の雑貨とかも最近少しずつ実は作り始めておりましてなので製造して販売してリユースもするよという本社しか売れない在庫を作れるところですか。そうですね、まあ、他社に卸しますけどねただあの例えば駿河屋限定みたいな、はいまあ、それをいろんなあの例えば日販様の持っている直営店舗網とかうちの駿河に加盟していただいている書店様向けにそこで駿河屋でしか売らないもので共商でちょっと製品を作ろうかなとかですね。それブックオフさんにも回してあげてください世界でね同じようにまさかニュース企業から製造業ってキーワードが出てくると思わなかった。これから増えてくるんじゃないですかね。あーメーカーを、うん、とつながるとかメーカーを買っていく感じになりそうな感じがする。一次流通と二次流通の垣根が、はいはい、どんどんなくなっていく。では最後藤木様ですねぜひお答えお願いします、はい
とても答えにくいテーマだなと思いつつ、はい、まあ、私はどちらかというとマーケットプレイス側なんで、そうですね、テーマのキーワードは一次流通と大量生産と情報という3つのワードを見てるんですけども、まあ、先ほどちょっと冒頭でもお話ししましたが、メルカリ自体は決して一次流通さんを毀損するマーケットプレイスではなく、うん、循環型社会を作るためにはもちろん一次流通が増えないと二次流通の商品が増えないという形になっているので、まずここを一次流通様と一緒に、そのブランド様と一緒にどういうふうに、まあ、顧客ニーズ、ロイヤルカスタマー作っていくかという観点で、私たちがどういう役目ができるかということを考えたいと思っています。でメルカリグループの中の私が担っている創造という会社は、C2C とは関係ない B2C の方なんで、はい、まあ、ここにいらっしゃるお三方の方と、うん、常にパートナーシップを持ちながら、マーケットプレスをこう大きくしていくんですけども、メルカリって今月2000万人以上の方が使っていて、これどんどん成長を当然していくんですが、やはりもう本当 Z 世代とかになるともう利用率が相当高い中でいくと、お客様がリユースというのは実は季節よりもちょっと前にそのトレンドが走ることが多いので、例えば、コートとかだともう9月8月ぐらいから売れ出すんですよね。そうするとそういう情報を僕らが持っているので、そういうのを一次生産者に返してクイックに作っていただき、期中にプロパーで販売できるような環境ですとか、あとはリユースもじゃあどういう価格帯でそういうものが売られているのかですとか、あとどういうものがトレンド、まあ、月によって結構トレンド変わるので、そういうものがまあ皆様に提供ができた時にそういうものをリスティングいただければ、すごくセルスル高いような状況が作れるですとか、あとは当然後入れ買い取り の推しをしていただければ、その分効率よくもっと売れるような環境とか、あと人って結構何を売っていいか分かんないって方って多いので、一番高い時に一番いい価格で売りたいのは人間本望だと思うので、うん、そういう情報を届けるという部分では、事業者様側にもお客様側にも僕らとしては届けられる価値というものがすごく大きいんだろうなと思っているので、うん、まあ、これメルカリとしてやるという明言ではなく、私個人としてこういうところは意義をちょっと持っていきたいですし、その事業者様とのパートナーシップという部分では、単純に売るだけじゃなく情報の交換とともに成長する環境をやっぱ作りたいなというふうに思っているところがあります。大量生産っていうのは、そうですね、はい、大量生産は結果なんかそれがリユースでどれぐらい売れたかですとか、まあ、一次生産者は持っているので、うん、一次で売れたものがリユースでどれぐらい流れたかということの情報をお渡しすれば、結局どれぐらいの生産が必要なのかということをコントロールできると思うんですよね、うん、で大量生産をすればするほど価格は下がるので二次流通はですね、なので一番いいポイントを持ちながら二次流通も単価を持ちつつやるっていうのはお互いフェアな環境を持てると思うんですね。でそうすると結果そのお客様が、まあ、売ったお金を今度買う一次流通に戻ってくれば、プロパーの販売が増えると結果二次流通また増えていくので、まあ、お互いに好条件になるという部分での大量生産をこうちょっと、やめていくというよりもより枯渇した状況を続けるって言ったら正しいですかねっていうのを情報として届けていくみたいなことです、先ほど一次流通と二次流通の垣根がなくなるって話しましたが、うん、そのまさに橋渡し役も担われるっていう感じなんでしょうかね。そうですね、結果一次流通が増えないと僕ら二次流通、まあ、皆さんもそうですけども増えていかないので、そこを増やすためにはやっぱり生産のコントロールとか、まあ、より利益の維持とかっていうことも考えると、まあ、情報をどれだけ届けられるか、あと買う方をどれだけ増やすか、うん、っていうところなんで、我々はやっぱお客様売って自分でお金を儲けてそれを現金化してまた一時流通に買いに行ける環境でもあるので、まあそういう形ではお金も物も循環させるという形になってます。キーワードはやっぱ一時流通ともやっぱり連携であったりとか、その点中味さんもいかがですか。そうですね、まさしくこう自分たちが目指すところとその、まあ、この情報っていうのがですね、本当にマッチングできればなんかこうさっき言われた世界っていうのがもっともっと実現できるんじゃないのかな。でやっぱり一次流通って、まあ、なくてはならない存在ですし、やっぱりそれがあるからこそ我々二次流通っていうのが、うん、まあ、当然活躍できるところっていうのが出てきますので、その情報っていうのを本当にこう適宜どう伝えていくのかであったりとか、まあ、これを我々がどう取り込みできるのかっていうのは本当に手を組ませていただくとすごくなんか大きなものが生まれるなっていう、ワクワクしか生まれてこないですね。じゃあ、はい、堀さんまとめていただいて。はい、お願いします。僕ですね、はい、いやなんか一次流通とのつながりの話は非常に深いなっていう部分と、結構その一次流通のメーカーさんがアパレル中心ですけど二次流通結構参入されていることもそうですし、うん、いや駿河屋さん確かにメーカー機能を持ってるなっていうのはそう思う中で、
消費者に近いところ、まあ、もともと流通形態ってメーカー主導が流通主導に変わった時代が80年代とかにあって、うん、それがもう一段進む時代になるっていう感じはすごく感じて、うん、その情報を誰が一番持ってますかっていうと、やっぱり買い取りしたりとか販売したりとかっていう、まあ、こうリユースの事業者が持ってる情報っていうのはすごく大きいなっていうのは思っているので、なんかそれをしっかり受け止めながら、それをオープンにしていってつながりつけてっていうものを、うん、まあ、こう新しい流通形態じゃないですけど、それがこういろんな企業の情報を組み合わせながらできると、まあこう物の生産量をまさにこうある程度コントロールされて、それが流通で何回も回っていくことで、お客様だったり利用者の方の気持ちが豊かになっていって、消費も資源の消費も少なくて幸せが大きくなるっていうのは、なんかすごくあのビジネスモデルとしては持続可能性高いんじゃないかなというのをすごく感じました。こんなまとめでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます、はい、素晴らしいです。それでは最後のテーマになります。皆様の好きな4文字熟語というテーマでお願いいたします。ちなみに山口さんの好きな4文字熟語って何ですか。考えてなかったの。まさかのでございました。ちなみに僕はワクワクするかどうかで選んでます。はい、ワークの4文字です。僕の4文字熟語です。まさかのワクワクがテーマ、はいはい、会社もそんな感じで書いてます。素晴らしいです。はい、じゃあ、誰からいきますか。では皆さん一斉に、はい、一斉にフィリップの方を前に出していただければと思います。じゃじゃじゃん、ドン。はい、それでは、はい、お一人ずつ、じゃあ藤木さんからいきましょうか。またこっちからですね。はい、お願いします。はい、一年発起という言葉です。はい、まあ、常に、ゼロに戻って新しいことをチャレンジしましょうみたいな感じなんですね。うんうんうん、今やっぱり私も今45歳になったんですけど、やっぱりこう長年仕事をしてるとですね、これが当たり前とか、うん、こうするべきみたいなことがどうしてもこう執着してきてしまって、あと会社のルールとか、あと事業のルール、省流とかいろんなことも含めてですね、で今日皆様とお話しててすごく思ったのが、もうこう一回ゼロベースにしてどうやったらリユースどうなんのみたいな感じで考えると、やっぱり私もこのメルカリのグループの中にいながら、新しいことをゼロから考え、もう一回ゼロに戻ってもう一回発起するという形を結構念頭に置かないと、どうしても古く取り残されるなと思っているので、この4文字軸を4つの4文字軸を置かせていただきました。常にこうゼロからっていう気持ちで、パワーがいりますよね。でもパワーいりますけども、結局同じことを繰り返すのは楽なんですが、皆様多分そういうことをやられてきて今の立場が終わりになるんだなと思ってると、まあ、初心を忘れないって言葉にも変えるかなと思ってるので、はい、ありがとうございます。では続いて杉山様がお願いします。はい、めちゃめちゃずるいじゃないですか。なんか顧客優先と書いていただいてるんですかね。顧客優先なんですけど、うん、まあ、うち の, あの会社の企業理念でもありますし、まあ、私の会社ももう創業して25年も軽く経ってしまってる会社なんですけど、まあ、基本的にずっと創業の時から考えてるのは、お客さんが望むサービスは何なのかなんですよね。そういうサービスあったらいいなと思うサービスを優先する。なるほど。でお客様にとってこの方が便利だなっていうサービスをどんどん自分で作っちゃう。なのでそのためにはシステム部が必要なのでっていうので、うちはそういうプログラム部隊がいるのです。まあ、つまり顧客優先、優先から、はい、いろいろ始まって、パッと見た印象とこう全然ね、はい、最終的には違ったです。想像したエピソードが違って、問題をそこまで解決しながら便利になっていってるんですよね。すごいですよ。では中地様ですね、お願いします。はい、一心一意という言葉が自分の中での好きな4文字熟語です。まあ、言葉の意味で言いますと、まあ、一つのことをですね思い続けて、まあ、それを成就させることっていうことなんですけども、絶対に、まあ、これ今年の新入社員の入社式でも同じ言葉を使わせていただいたんですけども、絶対にこう打ち込んだことであったりとか、まあ、自分が好きでずっとやりきったことっていうのは誰しもが持ってるだろうなと。
で、まあ、そこに対しての思いっていうのをずっと一つのことに対して、まあ、あの当然ゲームが好きな方っていうのはゲームのクリアに向けて、まあ、本当にこう一生懸命やる方もいらっしゃると思いますし、それが勉強であったりとかスポーツであったりとかいろんなことに打ち込んできた中でですね、やはりこう先ほど の杉山さんの話と非常に近いんですけども、我々やっぱり小売業なんで、あのこれをですねやっぱお客様に置き換えて、まあ、お客様のことを一心一意で思って、あのお客様がどうすればあの、まあ、喜んでいただけるのか、まあ、どうすればお客様に伝わっていくのかっていうためには、やはり商品知識をつける勉強をしたりであるとか、やっぱり市場を知ったりであるとか、そういったことを一生懸命やれば必ずお客様からの満足が得られることができる。でやっぱりそのためにはやっぱ一つのこと、まあ、お客様のことを常に思い描いて、まあ、やり続けること、まあ、それをあの考えて、まあ、誠心誠意一生懸命行うことっていうのがあの、まあ、非常にこうマッチするなということで、あのこの一心一意っていう言葉をあの挙げさせていただきました。すごいいいですね。いやでもやっぱりこう、はい、思い続けるって、はい、あのまあ、簡単なようでなかなかやっぱりこう、うん、邪念も入りますし、うん、まあ、途中でくじけることっていうのもあると思うんですけども、はい、まあ、思えば思うほどやっぱり可能性って広がっていくと思いますし、この言葉って本当にこう短い言葉なんですけども、すごくいろんな意味が込められてるなっていうので、捉え方も、まあ、自分以外の考え方っていうのもできる人もいらっしゃると思いますけども、うん、やっぱり一つのことに懸命に打ち込むっていうことが、うん、まあ、本当にこう、まあ、リユース事業にもゆくゆくつながってくることだと思いますし、っていうところでございます、はい、うん、こう一生懸命何かに打ち込んできた人っていうのはすごく、ね、共感されてるんじゃないかなと思います。では最後堀内様ですね、お願いします。はい、と自分は一期一会という言葉を選ばせていただきました、この言葉は僕が中学入学した時に最初に担任の先生があの黒板に書いた4文字熟語、はい、まあ、こう言葉の意味っていうことで言うと、まあ、その時にはあのその日 その年にまあ同じクラスにあった48人、僕男子校だったんですけど、あの48人が会うっていうことはすごく意味があることで、まあ、そこでその時に、うん、と会う人の意味もそうだし、そのチャンスっていうのをどう生かすかっていうのはこれから人生の中ですごく大事なことだよっていうことを最初に言われたのがきっかけで、うん、まあこう、まあこう、なんですか、長い人生こう歩んでくる中でそう思うのは、なんか自分でできることっていうのの幅はある、もうほとんど限られてて、やっぱり何やかんやでそこで出会った人とどんな会話をして、どんなこうことをチャレンジをしたっていうことがその先につながってるっていうのをずっと繰り返してきてる感じはあって、うん、でそこってあの一つの会社に限らず、まあ、今日もあの皆さんとご一緒させていただくっていうのも何かのご縁だと思いますし、そこで会話したこととかもすごく大きいなっていうのも思いますし、まあ、これから先もいろんな人に会うっていうことはあると思う中で、あのこの言葉はもう常に大切にしておきたいなっていうのはそう思っていてですね、あの必ずしも全てが何かできるっていうことではないんですけど、うん、まあ、人との出会いに感謝して、あのすごくこうつながりを作っていくっていう、人を大事にしていくことっていうのはあの自分の中であの中心に置きたいなっていうのはちょっと思っているところがあるので、うん、この言葉をちょっと選ばせていただきました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後またあの堀内さんに甘えてあのまとめていただいてよろしくお願いします。今日、終わりたいなと。藤木さんがまとめたいって。あ、終わりました。じゃあ藤木さんすいません。いやすごい総評ですか総評で総評ですか。じゃあはい、わかりました。はい、耳さんの話なんで、はい、そうですね、まあ、リユースという一言で、語るとちょっと小さく見えるんですけども、まあ、そのリユースを起点にした社会というふうになると、もう少し多分考え方が変わるだろうなと思ったのと、今日あのお三方とお話して、やっぱり一緒にこう事業者様側と僕らと、あとその先の一次生産者様も含めて、多分みんなでこうなんか目指す形、ゴールを一個決めて、何かそれぞれがやるっていうことがすごく大事なんだなと思っていて、でやり方は多分それぞれあると思うんですけど、ゴールとしてはやっぱり循環型の社会を作っていき、そこに無駄なものを投じないっていうことが、まあ、それによってお客様が趣味嗜好に合ったものがちゃんと届けられて、値段も含めてその状態も含めて買いたい人が買える環境を作るっていうのが総合的な点かなというふうに思ったので、今日すごくあの常に私はあの事業者様とこうお話する機会はあったんですけど、よりコアなお話を聞けて、まあ感銘する部分が多かったので、
よりそれを生かして我々の立場としてもやるべきことをやっていきたいですし、皆様と一緒にまた今後もパートナーシップをしっかり結んでいきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいです。はい、我々、まあ、これからもリユース業界を盛り上げていきたいなと、うん、めちゃめちゃ思ってます。本当に今回もご協力いただきましてありがとうございます。はい、今日は本当にありがとうございました。このような豪華なメンバーの皆様と、楽しい時間を過ごしてまいりました。では、これにてリユースフェス2024、オールスターリユース討論会を以上とさせていただきます。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。